おはようございます、村田らしです。はい、というわけで本日朝からセッションなんですけど、前回ね、こちらの E ペース乗った時に今の自分にはカーボンよりこちらの E ペースの方がしっくりくるなと思いまして、こちらの E ペースを、今日も乗っていきたいなと思いますね。もうとにかく好みでもクイックに動かせるし、毎日映像、自分のサーフィン映像をチェックするんですけど、何年前までかは E ペースを乗った時に映像をチェックすると波の上に浮いた感じで、パワーもなくこうえぐっとる感じもなかったんですけど、なんかね、ライトスピードに変えてから本当に EPS が好きになりましたね。いや、あの RNF96 の EPS からめっちゃ好きになったよね。そうなんですよ、まあそこからもだいぶ変わりました。で、本日もこちらに乗っていくということなんですけど、まあ、波の状況はね、昨日よりは良さそうです。腰腹ぐらいでいい感じに追われてるので、それちょっとね、狙ってやっていきたいと思います。行きましょう。まあ本日のね、課題としては小さい波ながらもこう下に降りて上に上げて、こう上下、本当に上下の動きを意識したいと思います。昨日の、ね、映像をチェックして自分なりにね、勉強したんですけど、やっぱりどうしてもこうパンピングでも下に降りとけばもうちょい張ってくるセクションがあったんですよね。なのでそれは乗っとる時に本当に気づかんから、こうね、映像をチェックして勉強することが大事だと思うんで、それ気づけたんで良かったかなと思います。なので小波ながらも上下行って上上がって、この上下のラインを意識してやっていきたいと思います。じゃあ行ってきます。はい、はい、今日の朝の波ですけど、こんな感じでサイズは昨日と一緒ですね。腰腹前後で、面はね、まあちょっとバタついていますけど、まだまだ朝のうちは大丈夫そうですね。もう今日日曜日ということで各ポイント大混雑、ここはちょっと少ないぐらいなんですけど、まあ駐車場は満員ですね。もう事故のないように、まあ、とにかく人が多いので気をつけて楽しむしかないなっていうコンディションです。まあでも冬でもこれだけあるっていうことはサーフィンブームなんでしょうね。おい、行きましたね、ファーストターン。あ、やっぱり早い、いや早いですね、 EPS。ファーストターンも早かったし、キレもいい感じに見えますね。来ました。ちょっと風やっぱり入ってきたけど、抜けてきますね、早いので。はい、来ました。おー、ファーストターン、お、今のヒット、あ、ツーターン、あ、これいいんじゃないですか。2発目弱いですけど、1発目良かったですね。ボトムトップでね、縦の動きを意識してるのがね、よくわかります。はい、来ました。あ、いい波使いましたね、ファーストから。これ決めたら、わー、決めたら良かったのに。今の決めたらね、もうこの波で最高なライディングだと思うんですけどね。ああいう狙い方すればエクセレント出そうですね。はい、行きました。おっと、よれた波抜けてカーブで、いや、しっかりヒット。ああ、今のいいんじゃないですか。ああいう風にね、よれたとこ抜けながらヒットできるとこでヒットするっていうサーフィンすれば点数がね、ついてくると思うんですよね。はい、行きました。ちょっと小さめの波で、まあね、そのスープを越えていくスピードはいいペース、速いですね。はい、というわけで朝のセッション終えたんですけど、意外とね、海入り出したら風強くなってきて、うわ、いいペースちょっと弾かれるかなと思いながらサーフィンしてたんですけど、今日はね、珍しく波回り良くて風慣れました。うん、でもあの、やっぱり一気に入るときめっちゃ面良くてさ、波良かったけど、一瞬で9時半ぐらいから昨日と一緒で風入ってね、はい、でもまあ崩れてきてもいいペース早いからさ、波抜けてってたね。そう、反応が早いから、もうそこ、いや、そこ無理かなと思ったとこをこうスパッと当てて、次に持っていけるんで、そこが本当に良かったかなと、思いましたね。どうでした？いや、良かったと思うよ。あと縦の動きも意識しとるのは、あのカメラマン的にも見とっても分かった。だから視聴者さんも分かると思う。まあ、後半はさ、ちょっとダラダラになってトップ崩れるから走っとるシーン多いんだけど、あれはあれで抜けれるなっていう感じでいいなとは思いましたね。そうですね、まあ、ちょっとかなりいい練習ができたなと思いますし、この小波の中でもこういかに点数を出せるようにサーフィンできるかっていうところがかなり僕の課題なんですけど、まあ、今日はあの小原宏斗君に教えてもらった10分で3本で 5点出す方法っていうのを多分7ラウンドかできたかなと
思いましたね。まあそんな感じでちょっと朝の練習終了ということで、まあ今日ね土日ということで、いつものランチするところにちょっと向かって、その辺もね動画撮っていきたいなと思います。お疲れ様です。はい、お疲れ様です。さあ、というわけで朝の練習終えてからの、ちょっと次はほとんどのラウンドということで、はい、ほとんどのラウンドはね一人で勝手に楽しんでもらうんで撮影はしないんですけど、はい、まだ幻で僕がノートリムのスリーアクションとか言いたいから、カメラあると困るんですよね。逆に、はい、自己満が一番大好きなので。そうですね、できればギャラリーもいない方がいいぐらい、はい、証拠見られると困るから。そうですね、何でも言えますもんね。そうだから、そんな感じで今日はさ、ここに駐車場止めて、で今から弁当頼んで弁当食べて、はい、サウナウェット着たままサウナ入って、最高やん。シャワー浴びてドリンク飲む。やばいな、今日は特に寒いですからね。そうだから、それをやろうと。これが2300円ぐらい、2000から2300円ぐらいでセットで、サウナセットがあるんですよ。でそれをさちょっとやってみようと思いまして、一人楽しんで、でまた夕方の撮影行こうと思って。今サウナ流行りじゃん、はい、であともうちょっと今デブる方向行っちゃってるから、ちょっとサウナでさしっかり汗を流して、はい、排出物を出そうと思いまして。最高やんな、このテントサウナ。そうからの、しかもここに水風呂、そうこれぶち込むんだよね、サウナ出てから。完璧やな。そう、それをちょっとやりましょう、はい、今弁当頼んでるので、弁当来たらまたさ、はい、今日僕カレーにしました。何にしたんですか。僕はちょっとまた来てからの楽しみということで。そうですね、じゃあそんな感じで行きましょう。さあ、というわけで来ましたよ。来ました。今回僕久々にこの弁当系頼みました。僕はこれ、うわバターカレー、うまそう。今回僕が頼んだこちらのジャークチキンと、ほとんどバターカレー。そう、これ唐揚げついてるからすごい超うまそう。ほんでこれドリンク付きなんですよ。そう、ドリンク付きでサウナ付き、駐車場付き2000。うん、まあ、その次もなんか予約入ってるみたいで。そうなの。いや僕これ食ったらとっとと海行ってやります。で上がったらサウナ。そうで次の撮影も最高じゃないですか。休日じゃないんですけどね、仕事中ですけど。整ってますね。はい、整わせて仕事します。おぉ、うまいな。うん、うまい。最近 YouTube 見てしてくれる方増えて嬉しいですね。そう、見たって言うたらめっちゃおるじゃん、ここ来ると。今日の一人セッションはどういう感じで課題持っていくんですか。昨日はね、レギュラー、スリーターン、バックサイド、フォーターンしたんだけど、まあ笑ってるけど、まあ笑って聞いてください。でそれをレギュラーでもバックサイドでもいいから1時間入るんですよ。2本やる。お、1本でもいいんだけど、まあ、1本で言っとると0本になっちゃうから、2本の目標で1本でも満足。あとは立っただけだとか、シューッとワンいっぱいワンタンとかリップなんかできんけど、シュイーンって、それだと面白い。サンサンサンっていきたい、はい、だからそれをインサイドまでつなげる。でも今日風入ってるから難しいから、ツーターンでいいから、テイクオフが速くないと結局崩れちゃうじゃん。今日なんか見とったら選手でもやっぱりワンターンで崩れとるシーン多かったから、あれをどういい位置から立てるかを考えながら、ヒロト君に教えてもらったパドルをいい位置に持ってってからテイクオフすることを意識してたんだ。じゃあもう昼練習撮影なしでやってる影練を続けていけば、いざ撮影するとなったらいいとこ見せれるんじゃない。もちろん、ただねちょっと波がどうぞっていう時やりたい。難しいです。あと、まだ見てない人見てほしいけど、保険金殺人事件かっていうぐらいスケボーパークで修行したじゃん。あれでバックサイドで結局板の体がさこうなるとさ転ぶじゃん。こういうターンで板と一緒に体もこうなる、それをイメージしたらバックサイドフォーターンです。だからやっぱりスケボーってさ価値あるなと思った。で俺結局怖いから、スケボーがいがんでも体がこうなっとるから転んだじゃん。あれを言われた通り、スケボーに対して直角に目線でさ肩持っていけばできたなと思って、ちょっとずつ進歩はしとるかなと思いました。とっとと食って僕は行きますか。いや自己満でさ下手でも楽しいんだけど、そのちょっと上手くなったっていうのがさらに楽しいじゃん。だから課題持とうかなって思った。別に大会出たいとかじゃないんだけど、あ今日はちょっと自分上手くなったかなと思うことがなんかめっちゃ楽しいからさ。今日はねみのりパパとみのりママとね、まあぜひねサウナとか気になるかと思ったらしてみてください。僕は、まあ、そんな感じで食って、僕は休憩して午後の練習ということで、お供は今からサーフィンということで、またね帰ってきたら
幻の伝説の話でも聞いときます。またですかとか言うからやめてくれる、それ。でも胸が俺完璧な嘘つきスタイルになっとるからさ、もう視聴者さんにコメント、いや、やってましたよっていうコメント待ってます。じゃあというわけでご飯食ってきます。はい、というわけで今から午後の練習行くんですけども、今回なんとですね、スペシャルゲストに来ていただきました。こんにちは。名前教えてもらっていいですか。石田みなつです。はい、みなつちゃんなんですけど、もういつぐらいやろな、もう1年ぐらい前におとんが道場で撮影してその映像を見たんですよね。そこで待って、こんな上手い日本人のキッズの子おるんやと思って、そこからもう永遠にインスタチェックしたりしてたんですけど、今回ね、やっと動画に出ていただけるということで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はね、寒くて波のコンディションも良くないんですけど、ちょっと寒いんですけど、ちょっとだけよろしくお願いします。いやだって僕はさ、偶然撮ってめちゃくちゃうまいからびっくりして、インスタン出してで誰誰誰ってやったぐらいうまい。いやもうセンスがちょっと違う、ボトムターンが。もうサーフィン以外に何かしてるんですか。スケボーとかスノボーとか。あ、横乗り系大体するんですね。え、スノボーもできるの。へえ、すごいわ。だってもう千葉内でも知っとる人がほとんどですけど、最初評判やったもんな。そう、うますぎる。あの小さいうまい子って言うと誰誰ってみんな言うから、ね、そうで、しかもロッサーのところに通っとるんだ。ロッサーはどうですか。優しい。たまに怖い。たまに怖い。それは僕の時も一緒ですよ。でも面白いよな、ロッサー。昨日もスケボーやとったやんの。面白いですか。逆にサーフィン、スケボーもめっちゃうまいんですよ。ぜひインスタグラムフォローしてみんなに見てほしいんですけど、スケボーとサーフィンどっちの方が先に始めたの。スケボー。スケボーなんや。じゃあサーフィンは歴でいうと何歳ぐらいから始めました。7歳。7歳で今何歳。9歳。 9? 9? え、2年目。何年生。3年生。3年生でこれだったらやばい。サーフィン歴2年。すごいセンスだね。ちょっとありえん。じゃあ俺が写真映像で撮ってビビった時もう1年目。うん、あの音20年目やけどこんな感じやけど。いや、じゃあ比べるのやめてもらえる。どう思いますか。いいやな , 笑ってるすごいな。もう将来みなみちゃんみたいになりますね、世界のトップに。ちなみに日本人で好きなサーファーは誰ですか。しのちゃんとか。ああ、かっこいいよな。お母さんもね、サーフィンマークで一級なんだ。すごいな。そう、いやもう今3年生でサーフィン歴2年でここまで上手かったらもう行きますね。だからそれこそしのちゃんやさ、みなみとかさらちゃんみたい、アムロちゃんみたいになれるよ。そうですよね。日本のトップ間違いないよ。まあちょっとね、喋っとっても寒いだけなので、あの海入って見せていただきたいなと思います。ちょっと寒いんですけど、よろしくお願いします。お願いします。はい、上がってきましたね、ゲッティング。お、行きましたね。コンディションがね、むちゃくちゃ風吹いて難しいので、ちょっとね、小学3年生9歳の子にはかわいそうなんだけど、多分上手いから決めてくると思います。これでも近いうちにね、僕ビッグタイトル取ると思うんですよね。一気に上手くなりそうですね、センスが違うので。右サイドまでつなげて、きっと。お、行きましたよ。お、ファースト、お、こっから、あ、お、降りた。
でね、これこんな感じでもう風あれあれ。これはね、普通だったら練習しない波かもしれません。うわ、ドルフィンも上手ですよ。バーッといいんじゃないでしょうか。やっぱ EPS ね、調子いいですね。こんな波でも走ってます。でもすごくね、小学校3年生9歳の波を探してます。もう波の見る目も全然違うなと思いますね。あとこのコンディションでドルフィンしてポジションキープできるのもすごいし、とんでもない子になりそうですね。ゴーゴー行け、降りろ、降りた、こっから張ってこい。あーっと張らない。あ、行きましたよ、張ってこい。おー、うまい、うまい、カットバック。あー、ボトムできた、ファーストターン。こっからボトム、レギュラーフォームがね、ここでボトムができた。わあ、クルーリンパ攻撃やっと決まりましたね。あー、行きました。あー、これライト方面、わーっとショルダーナイト、アウトで乗ってましたね。これいいライディングですね。あ、ファ、今のターンいいですね。最後、あーっと決めました。お、しかも最後クルーリンパ乗りました。こっちからショルダー張る。お、ファーストターン。ここからボトム作れるのかな。 EPS だと前に落ちるのか。お疲れ様です。いやー、風も強くて流れも強くて大変でしたね。でも今回ね、ちゃんとサーフィン見ながらサーフィン一緒にセッションしたの初めてなんですけど、一番思ったのがパドルがえぐい速いです。びっくりしました。なんかそこまでサーフボードがすごい自分の体と比べてめっちゃでかいわけじゃないんやけど、めちゃめちゃパドル速くてめっちゃ速いなって言ったらよく言われるって言ってました。よく言われる。なんかパドル速いコツとか意識しておくこととかあるの？無意識。いや、ドルフィンがうまいね。もう全くこの白波で本当はさ、これ多分子供の子って押し流されるけどガンガン行っちゃうもん、はい、どうですか、すごい今日の波のコンディションとは。流れ強い、見た目がでかかった。確かに。なんかいきなり来るようなドカーン。まあでもその中でもちょっと今日はね、撮影日和ではなかったんですけど、またいい波の時にまたよろしくお願いします。普通これ入んないよな。やんないな。風ビュンビュンだもん。でもまたね、サーフィン以外にもスケボーもこんなえぐいバーチ行くもんな。バーチもやるので、その辺もまたいつか取れたらいいかなと思います。え、JF でバーチ降りれるの？いける。すごい、どこで練習したの JF？ いろんなとこ行くんだ。バーチ行けるのすごいな。それは確実に嵐よりうまいじゃん。すごい。今9歳やと思うんですけど、何歳までプロになりたいんですか？今は3年生、あと2年。いや、なるよ。ってことは11歳。おお、最年少じゃん。いけますよ、余裕。多分いけると思う。楽しいですね。俺ビッグタイトル取ると思う、近いうち。今日はさ、ちょっと波がさ、もうこれだから実力ね、もっと本当はめちゃくちゃうまいんだけど、大変だったと思う。でもこの波、ちっちゃい子にやれっちゃ多分できないよ、9歳の子に。そこがすごいわ。もうとにかくもうすごいの一言。参りました、おじさんは。ちょっとこのね、動画をもしかして誰が見とるかわからんから、なんかこれつきたいなって操作ってありますか？おニール。おニール。かなちゃんとかみのりちゃんと一緒だね。おニール着てますもんね。そう、かわいい。
で、そんなん言ってくれたらオニールさんも幸せだよね。そうですね、最高ですね。自分が社長やったらもう喜びます。そう、そんなん知らんわとか言って言うんかなと思ったら言わなかったですね。まあちょっと今回はですね、天気も良くなかったし風も強くて波も良くなかったんですけど、その中でちょっと過酷でしたけど一緒にセッションしていただきまして本当にありがとうございました。ぜひ皆さん、インスタグラムのフォローよろしくお願いします。もう何年後かにはね、ダーンと言ってもうめちゃくちゃヤバい選手になってると思うんで、ぜひチェックよろしくお願いします。だって可愛いからね、はい、松田篠ちゃんみたいに余裕でなるよ、はい、みのりちゃんとかね。最後見てくれとる人に一言バイ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 。あのさ、難しいこと振りすぎです。すいません、あの福井くんじゃないから。そう、福井くんじゃないからいろいろ振りすぎ。ありがとうございました。